サルタナは19世紀半ばにアメリカ合衆国のミシシッピ側に就航していた火脚船。1865年4月に爆発、火災を起こして死者1450人以上を出した。新シシティの造船所で建造され、1863年に就航した両原に外輪を持つ木製の蒸気船。総トン数1719トン、全長約80メートル。 乗船定員376名で70の個室と一席がある豪華で最新式の船であった。当初、ミシシッピ川下流域の免業のために建造されたが、就航後すぐに軍に徴用され、ニューオリンズとセントルイスの間を運航して、軍需物資の輸送に当たった。19世紀中頃のアメリカでは、鉄道はすでに敷設されつつあったが、東部が中心で、 大陸中西部はまだ不十分であり、道路網も未発達であったので、ミシシッピ側とその支流による水運は重要な輸送、交通手段であった。すでに蒸気船が開発されていたため、ミシシッピ水系にも多数の蒸気船が就航して、物資や人員を輸送していた。それらの船舶には政府による安全基準が設けられてはいたが、運輸業者による利潤の追求もあり、 また低い運賃を望む利用者側の要求もあり、不十分な資材や方法で船を建造したり、期間の限界を超える運航が行われることも多かった。1861年に南北戦争が始まると、軍事物資や兵員の輸送のために、ミシシッピ水系の水運はさらに活発化し、輸送の増加に対応するため規制は緩和され、 安全基準は事実上有名無実と化していた。サルタナは国史のため、ボイラーと冷却系統に不具合が生じたが、処置は行われなかった。1865年4月、南北戦争終結にあたり、南部の捕虜収容所にいた、北軍将兵の送還作業が行われることになったが、政府による多額の送還手数料獲得をめぐって、船会社の利権争いがあり、そこに、 北軍の高級将校や政治家までが関与していた。サルタナは捕虜の集結地であるビックスバーグに向かう途中で再びボイラーに故障が発生したが、修理に時間を取られるのを恐れ、間に合わせの処置をしたのみでそのまま航行した。サルタナの所有権者の一人であった船長が経済的に困窮しており、捕虜送還担当将校を買収して、 作業を受注することになっていたのが大きな理由である。総監担当者の不正の結果、船会社の一つが利権を得て、ビックスバーグに集められた。機関商兵はその会社の船にまず乗せられた後、残りのものが去る棚に乗船した。どれだけの人数が乗ったかは、はっきりしないが、捕虜の商兵が約2300人、他に女性、子供を含む、 一般乗客が100人ほどおり、定員の6倍以上の乗船者があったと思われる。乗組員が80人であったので、合計でおよそ2500人前後が乗ったことになる。さらに大量の砂糖、酒、家畜などの貨物が積載された。サルタナは4月25日夜9時頃ビックスバーグを出港し、ミシシッピ川を遡上したが、この異常な化積載のため速力は、 平常の半分ほどに落ちた上、港へ入った際にバランスを崩して転覆しそうになったほどであった。爆発、炎上するサルタナ号と避難する人々気候地であったメンフィスを出港し、10km ほど上流に達した4月27日午前2時過ぎ、サルタナの第3ボイラーが爆発し、火災が起こった。続いて、他のボイラーも爆発、過密状態の船内は、 大混乱になった。爆発によって、将校の大多数が死亡したため式を取る者がいなくなり、消火作業や避難誘導は不可能となった。船長は当初、乗船者の救助に当たっていたが、川に流されて行方不明となった。他にも、爆発や炎に巻かれて消死する者、川に飛び込んで溺死する者が続出した。炎上したサルタナは十七日朝には、 沈没、運く流木に捕まったり、自力で岸に泳ぎ着いたものあるいは事故を知った、メンフィスなどから来た、救援の船に助けられたものも少なくなかったが、膨大な死者を出した。死者は1450人というのが伝えられる数字で、あるが、これは収容された遺体の数であって、実際にはさらに数百人が流されて、行方不明になった、ともされ、 1700人余りが亡くなったとする説もある。サルタナの事故は南北戦争終結直後であり、またエブラハムリンカーン大統領暗殺事件もあって、世相が混乱している最中に起こった。そのため北部の新聞はあまり大きく取り上げることもなく、責任の追及も曖昧なままであった。政府や軍当局は事故の事実の隠蔽や歪曲を図った。 不正を行った船会社も高級商工も処罰を免れ政府に賠償を求めた生存者や遺族たちの訴えも無視され事故は一般社会からは忘れられた。しかし船の安全に対する規制は強化されサルタナイゴは化石災や機関の不調による大きな事故を起こす船がほとんどなくなった。サルタナ火災沈没事故に関するカテゴリーありがとうございます。